いや今日も暑いな。暑い暑いよ。あれあれ絶対使わない。はい、皆さんこんにちは。オンラインスター店長のラッピーです。いつもご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりです。ちょっと久々の商品紹介をさせていただきたいんですけども、うん、いつ以来ですかね。結構ね、冬以来、冬のダウン以来ですね。はい、冬のダウン以来の紹介になります。で、今回はもうここ何年もお店でとともに人気のボルレスベルトっていう人気のベルトがあるんですけども、それを今までちょっとネットだと画像でしか紹介できていなかったので、まあ、せっかくなので動画で、実際にどういうものかっていうのを紹介できたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よし、どうぞ、いらっしゃいませ。 そこで撮ります。今ここに、8種類、まあ、置いてるんですけども、多分実際はもっと今サイトの方でホールレスベルトっていうのは販売してまして、まあ、その中でもいくつかパターンがあるので、ざっくりお持ちしました。距離遠くない？そんなことない。今販売しているのは、カールカナイのブランドを除く全ブランドでホールレスは出てるんですけども、まあ元々はガチホルフからスタートしたベルトになっております。パッと見普通のベルトじゃないですか。うん、普通のベルトはこう剣先にこう穴が開いていて、でその穴にこう通すっていうのが主流なんですけども、このホールレスベルトっていうのも本当に穴がなくて、普通にこのいつもの穴がある部分にもしっかりデザインが入っているものになっています。で、裏見てもらうと穴の周りにこういうのがついてます。もうこれをこのままここに通すだけ。好きなところだったら止める。これだけです。はい、もうこれだけです。で、普通のベルト、ホールがあるタイプのベルトだと穴と穴の間に間隔があるものがあるので、この超微妙な部分 この調整っていうのはすごい、まあ、使っている方は分かると思うんですけど難しいんですが、このタイプは本当好きなところで止まります。これもうだからね、本当に楽なんですよ。一番なんですか、自分のジャストのところで止められるのですごい、便利なものになってます。で、外すのもすごい簡単で、ここの分かりますかね、この部分を押して引っ張るだけで、もともとはこのバックルもすごい人気で、このバックルタイプが非常に多かったんですけども、まあ、やっぱり、ね、中にはバックルが苦手な方といるというところで、まあこうやって結構目立つんですよ、バックルだと。ここ最近がすごいこのホールレスも進化しておりまして、ちょ例えばこのどうしようかな、ガッチャのベルトでいこうかな。このバックル注目してください。ここ普通のベルトで穴を通す部分風のこういうのついてて、こうつけた時にほらまるで穴を通しているかのような普通のベルトに見えるタイプも出てます。ちょっと待って、これ取れたの？これノートン？ノートン。この間やったじゃん、押すだけだって言ったじゃん。押すボタン押すだけですごいいいって言ってたじゃん、ミクさんが。やってんだよ、一番簡単なやつだそれ。で、バックル、今さっき紹介したのはここ押し上げるで引くタイプなんですけども、このホールレスもいろんな種類があって、例えばこのタイプ、このこちらのタイプはここにもボタンとか何もついていなくて、このバックルを上に上げるだけ、上げて引くっていうタイプもあれば、例えばこちらのノートもつい最近入ったタイプですね、こちらはこれ超簡単です。このボタンを押すだけで、これでおしまい。あれ千葉に家を買ったんですけど、
あれ一番にいかったんですか？で、まあ、特にゴルフに関しては、まあ、ポロシャツインインが当たり前なので、まあ、ここのベルトって、まあ、1本だけじゃなく何本もこう持っているといろんなコーディネートの幅が広がります。で、まあ、ゴルフに限らず、まあ、女性の方とかメンズでもカジュアルでもこうインするスタイル、今ね、こう女性でも、まあ、男性でもパンツインするスタイルも増えてきておりまして、まあ、またベルトが見える、まあ、女性だとあれか、イン以外にもちょっと丈短いのとか流行ってるよね、うん、まあ、そういうのでベルトがこう活躍する時代が来ておりますので、まあ、そういった時に簡単に取り外しし、簡単に取り外しができるこういうホールレスバックルベルトがいいんじゃないですか。商品名で、まあちょっと余談なんですけども、結構ね、このベルトってプレゼントにも人気なのと、プレゼントした後にすごい喜ばれるっていう声を聞いておりまして、まあ、これから父の日であったりとか、まあ、ちょっとした友達のプレゼントにこういった小物、まあ、服あげるのって結構難しいじゃないですか、うん、センスとかもありますし、うん、そういう人の好みもあるんですけど、こういうベルトって、こういうしかもちょっといいベルトって、うん、もらった時に嬉しくないですか、うん、何本あってもいいもん。そう、何本あってもいいし、意外と自分じゃ買わない、うん、まあ、いろいろ小物のうちはバケットハット、バケットハット、あ、余談余談余談、これ余談余談、まあ、さまざまな小物扱ってるんですけども、一番人気はやはりこのホールレスのバックルベルトになってますので、ぜひプレゼントにもとってもおすすめのアイテムになっております。で、まあ、今回画像では伝わりにくいものを、動画で紹介させていただいたんですけども、今年はちょっと今後もこういう商品の紹介を去年以上に増やしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。